デビー・レイノルズは、アメリカ合衆国テキサス州エルパソ出身の女優、歌手、声優。出生名は、メアリー・フランシス・レイノルズ。アイラブ・メルビィに予告編より、晩年のデビー16歳の時、当時住んでいたカリフォルニア州バーバンクで、ミス・バーバンクに選ばれ、ワーナー・ブラザースと契約。ワーナー・ブラザースの映画2本で早くを演じた後、メトロ・ゴールドウィン・ベイヤーと契約。 1950年にフレッド・アステアの映画に出演。その2年後、ジーン・ケリーのミュージカル、雨に歌えばに抜擢され、一役スターとなった。1957年、タミリと独身者の中で歌った主題歌、タミリが全米5週連続1位の大ヒットとなり、アカデミー音楽賞にノミネートされる。その後も、年頃ですもの。恋に税金はかからない。 ママは二丁拳銃などのヒット映画に多く出演し、タイタニック号の生存者で実在のモリー・ブラウンを演じた1964年の不沈のモリー・ブラウンではアカデミー主演女優賞にノミネートされた。また1960年代マネーメイキングスターの5位に2度選出されるなど人気女優の一人として長い期間活躍した。3度結婚しており、 最初の夫であった歌手のエディ・フィッシャーとの間の娘は女優のキャリー・フィッシャーである。1990年にはキャリーの自伝小説を映画化したハリウッドに口づけが制作され、シャーリー・マクレーンとメリル・ストリープが母子を演じた。オズの魔法使いの靴などハリウッド映画で使われた有名な衣装類を個人的にコレクションしており、それらの品を飾る。 ハリウッド博物館の開館を目指していたが、実現できなかった。2014年、全米映画俳優組合賞生涯功労賞を受賞。2015年、第7回ガバナーズ賞で、ジーン・ハーショルと共愛賞を受賞。2016年12月28日、脳梗塞で、ロサンゼルスの病院に緊急紛争されたが、亡くなった。84歳ボー息子のトッドは、 娘のキャリーが前日27日に休止したことのストレスに耐えられなかったのだろうと思うとコメントした。カンヌ映画祭で5月14日に上映されていたデビーとキャリーを扱ったドキュメンタリーブライトライズスターリングキャリー・フィッシャーデビー・レイノルズがアメリカで2017年1月7日に HBO で放送された。日本国内のスターチャンネルで放送された放題は キャリー・フィッシャー星になった母子。配信タイトルは、ブライトライズ、キャリー・フィッシャーとデビー・レイノルズ主演。ありがとうございます。